祭り前の御神木乗車の木落とし下車の木落としがて、お柱お柱、または、お柱祭りは、長野県諏訪地方で行われる祭りである。諏訪大社における最大の行事である。正式には、式年造営お柱大祭といい、虎と猿の年に行われる、式年祭である。長野県指定無形民族文化財、日本三大祭,祭の一つとされる。 大社での開催年を中心に、全国の諏訪神社や関連神社でも同様の祭りが実施される。山中からお柱として、もみの大木を16本切り出し、長野県諏訪地方の各地区の宇子の分担で4カ所の各級まで栄光し社殿の四方に建てて、新木とする有壮な大祭りである。このお柱祭りは7年目ごとに行われ、柱を更新する。う子は、 キアリアラッパに合わせて栄光する。正確には、満六年間隔で行われる、六年に一度だが、慣例として、数え年の七年目ごとという意味で、七年に一度、七年目、数えで七年などと表記される。大きくは、山田市と里引きに分かれそれぞれ4月と5月に、そして下社は、上屋城の一週間後に行われる。地方挙げての一大行事であり、 これに合わせて、休日を設定する企業もある。県お柱の前後に、本来の式年祭といえる放電の造営がされるが、一般には取り上げられることが少ない。これは、お柱の栄光と混流が、宇治子の奉仕によって行われるのに対し、放電の造営と潜座は、諏訪大社新職が中心となり、取り行われる行事のためである。2020年4月に発表された、 2022年度のお柱祭りは以下の日程で開催予定で前回2016年と同じである。2004年2010年は以下の日程で行われた。山田市里引きの日には地元ケーブルテレビ局 LCV 及び同社のコミュニティ FM 局 LCVFM が生放送し、テレビでは夜間は日中の再放送を行う。 1980年以来、LCV にとってお柱祭りは、同局最大のイベントであり、社員、スタッフ総出で番組制作を行っている。お柱祭りの公式映像ソフトも同局が制作している。諏訪大社乗車本宮の西放電期限は、平安時代以前とされる。諏訪大社の祭人は、五穀豊穣、狩猟、風、水、濃厚の神として、 古くから信仰されており、それらを祈願するものであったと推測される。江戸時代以降は、宝殿の造営とお柱の引き立てが行われている。諏訪大社の神である竹多人については、様々な伝承が伝わっている。古事記によると、出雲の大国主神が、高間ヶ原のアマテラス大御家の死者たちに国譲りを承諾した時、ただ一柱反対した竹多人は死者であった。 武神立て御来人に挑むも破れ、追われることとなった。結局、諏訪湖畔まで逃げてきて降伏し、そこ、最古の地から出ないことを誓って許される。一方、諏訪地域では、竹中方人が、古事記の描写とは逆で、諏訪に侵入して、森屋人をはじめ先住の神々を降伏させた、立派な神とされている。諏訪大名神菓子には、虎、猿の絵とに、 当社造営あり、一国の愚勢、栄体の海益、官務の行に始まれりとあって、官務天皇の時代には、諏訪社の社殿の造営が行われていたことを証明している。伝承によると、聖衣大将軍に任じられた、坂の上の田村麻呂が、江戸政党の際に、諏訪社に戦勝祈願をすると、諏訪明神が、騎馬武者の姿を取り、軍勢を先導した。田村麻呂の帰京後、朝廷が、 神恩感謝のため、信濃国全体に、諏訪社の式年造営への奉仕を命じたという。鎌倉時代に入ると、諏訪社が、信濃国の政治、軍事の中心となり、式年以外でも、国内の商協や豪族を積つむとして、神社運営のための資金や人手の負担をさせたり、また御風を発行して各地に、祭り費を徴収した。あずま文治2年11月8日の源の、 よりとも下し文には、早く先例に任じ、かつおかりに禁止せしめ、かつ拝殿を収蔵せしむべしとあり、当時には、おかりと拝殿収蔵が、すでに伝統行事とされていたことを示している。諏訪神屋城の大法理、諏訪の武主家が、幕府に提出した会場にも、神屋城取らさる年は2月初取らさる、五風東国中に広め米線集め、同4月初取らさる、 お柱引き立てつる御殿は、安住、千曲両軍の小役となす、三万五千人の夫をもって禁止せしめ、これを刻むと書かれている。お柱を立てるという行為の起源、または、それが表すものは不明であり、これをめぐっては、古来様々な説が挙げられている。お柱の担当地区に関しては、古来の記録によると、鎌倉時代などでは、 信濃国全体からの奉仕があったようであるが、江戸時代には、諏訪藩の支配のもとに、領民だけで栄光が行われる現在に近い形が出来上がっていたと推定されている。1879年に諏訪軍が発足すると、当時の村別に、上社、下社の担当地区割の枠組みが定められた。その後、お柱担当の抽選制度の導入を経て、1902年の お柱祭り競技において、下社担当地域のうじ個数の増加により、4、村を、下社から上社城へ変更した上で、枠組みが再編された。現在では、上社城側が約11万人、下社側が約8万6千人となっている。なお、この競技の際に、下社のお柱抽選は廃止されている。第二次世界大戦後の昭和の大合併により同じ。 枠組み内でも市町村が異なる地区があるが、お柱担当の地区割はそのまま維持されている。上や城のすべてのお柱には、目ドテコと呼ばれる V 字型の角のように大きなテコ棒がお柱の前後についている。この目ドを左右に揺らすと設置抵抗を軽減でき、柱が引きやすくなる効果がある。これに、うじ子が乗り式きを取りながら、オンを振る姿は相関である。お柱は、 山田氏の1ヶ月前に伐採される。伐採が、お柱祭りの直前のため、どの柱もおよそ10トン以上の重量があり、一番、大きな元宮和幸お柱は15トンほどの重量があるとされる。里引きの直前には剣お柱に備え樹皮が剥がされる。綱打ち、目と手弧を揺らす、練習等、事前にお柱を美しく栄光する準備が、各地区で行われる。 山田市では、千野市、原村境の綱置き場から、千野市、安国寺のお柱屋敷までのお柱街道と呼ばれる、約12キロメートルを、元宮和幸お柱、前宮一のお柱、本宮二のお柱、前宮四のお柱の順に栄光する。その昔は綱置き場から八本すべてのお柱が、栄光を開始していたが、現在綱置き場から出発するのは最後尾の前宮。 4のお柱のみで、それぞれのお柱は、進行方向へ300メートル程度の間隔で、並べられる。元宮和幸お柱が出発する地点は綱置き場から2キロメートルほど、下った一番塚付近であり、山田市初日の同時刻に8本のお柱が揃って、栄光を開始する。地の市玉川の穴山地区に差し掛かると、玉川郵便局付近で、穴山の大局と呼ばれる。 鋭角な左90度曲がり角の難所がある。急カーブのため綱を引く力が柱には伝わりにくくなるのですべてがうまく強調しないとうまく曲がることができない。このあたりは道幅が狭く民家の間を通らなくてはならないため、目と手子が民家等を損傷することもある。そのようなことが起こらないために、お柱の方向転換等を司る。 テコ州と呼ばれる人々は最新の注意を払って、お柱の栄光を管理する。木落し宇じ湖をメドテコに乗せたまま、お柱を傾斜約30度、距離80メートルの木落し坂から落とす。山出しの二日目、最終日に行われる。祭りの中で最も危険な地点の一つであり、過去に幾人もの負傷者を出してきた。下車木落しは、距離が長いのに対して上や木落しは、 距離は短い、ガメド、テコに、ウジコが乗っているためお柱が横倒しになるなどすると、非常に危険である。会場は監修によって、埋め尽くされる。その後、JR 東日本中央本線の線路の桁下を通すために一時的にメドテコが抜かれ、その先の国道20号線の交通を遮断して、横断する。 当日現場を通行する列車は、線路内に人が立ち入る危険があるため徐行する。その昔は、中央本線の列車を止めて、線路上を横断し、川越のある中川原地席までは、他のあぜを破壊しながら、前方のお柱と競争になるなど無秩序であったが、その後経路も指定されるようになり、2016年の A 航路は、国道20号を越えた地点から、 右斜めに入る道を使わず、中央道直近の交差点を右折するように変更された。川越上や白山田市のラストイベントである。木都とし同様、山田市の二日目、最終日に行われる。千野市中川原と暗黒寺の境にある、川幅約40メートルの宮川を越える。4月頭の水温は、雪解け水のため限りなく低い。 その中、お柱を引くつなお私川を越える。2004年は雪が降る厳しい状況で行われた。川越しを終えるとすぐにお柱屋敷であり、里引きまでの1ヶ月間安置される。蒸気の木落としと、川越しは場所が広く、見せ場でもあるために、栄光用の片側7から8人乗りの目処手子ではなく、10から12人ほど乗れる大きな目処手子に付け替える地区もある。 しかしその巨大さゆえに、衝撃で折れるなどの事故も発生する。里引きでは、お柱屋敷からお柱を栄光する。前宮は、お柱屋敷から 1.3km、本宮は、同 2.5km の道定である。元宮はじめ、本宮にの順で本宮のお柱を引き出し、ついで前宮一から、前宮のお柱を引き出す。距離が短いのでゆっくりと、栄光される。木場行列。 花笠踊りや長持ちやつなどが祭りに花を添える。1日目は本宮一が出発した後、上谷城本宮から、市野市泉屋が担当する、お柱向かえのお船が出発し、途中で本宮一と出会う。そしてそのお船を先頭に栄光される。上谷城お膝元の地元神宮宿民による、騎馬行列は里引きの敬語の行列であり、八つぶりの妙義が披露される。 花笠踊りや長持ちやつは周辺地区から何十組もの参加がある。2022年より初日の栄光は本宮の4本のみ、前宮の4本は2日目にお柱屋敷を出発するように手が変更されると発表された。前宮前宮のお柱は前宮前の信号から左に曲がり、前宮の鳥居をくぐって県を柱の場所まで急斜面を上がる。 その際300メートルの階段を一気に登る。この道は非常に狭いため危険を伴う。また、初日の出発が午後になる前宮山、前宮4のあたりになると前宮への到着は暗くなっていることも多く、上地に暗闘などを持つこともあった。2022年のお柱祭りでは、前宮4本のお柱は2日目に栄光が行われる予定で、暗くなっての栄光は回避される。 本宮山の鳥居、海峡本宮のお柱は、諏訪市に入り、上屋城本宮まで向かう。その間に二つの鳥居がある。若宮前にある、本宮山の鳥居と、本宮東参道の本宮二の鳥居である。その二つの鳥居は、幅が狭く高さも低いため、目処てコをぶつけないように栄光する必要がある。特に本宮二の鳥居には、階段状になった木座橋橋があり。 お柱が跳ね上がらないように慎重に栄光され、境内に入っていく。県お柱祭りのフィナーレと言える。各級の四方に柱を立てる。この際、お柱の頭を三角錐に切り落とす、冠落としが施される。そしてワイヤーをお柱に巻き付け、車地という道具を使って巻き上げてお柱を立てていく。県お柱の際には、お柱に多数の男たちが乗り、 にぎやかに盛り上げる。お柱が立つと、諏訪市中巣の中、金国によって、穴埋めの儀が行われる。1998年の長野オリンピックの開会式では県お柱を行った。下社のお柱は、下諏訪町の東又国有林から切り出される。伐採は、お柱年の1年前に行われ、山田市開始地点の棚木場に安置される。伐採が早い分、 木が乾燥し重さは上谷城より軽い6から8トン。戦前までは東又国有林から山出しをしていたが、傾斜が急で事故が相次いだため戦後は現在の棚木場に移った。初日に東宮4、東宮3、秋宮2、二日目は秋宮4、東宮1、東宮2、秋宮3、秋宮1の順で引き出す。棚木場から締めがかりまでは約3キロメートル。 清都市坂は災害者度35度、距離100メートル。追いかけ綱が斧で切られ、お柱は猛然と坂を突き進む。近年では坂の土を掘ってしまい、途中で止まってしまったり、非常にゆっくり落ちてきたりしていたが2016年は坂にささがしかれ、止まりにくく、落ちるスピードが上がった。順番は初日に東宮4、東宮3、秋宮2、 二日目が、秋宮四、東宮一、東宮二、最終日は、秋宮三と一番大きな秋宮一が最後に木落とし、される。五月、上や白里引きの翌週、締めがかりから八本のお柱を栄光し、東宮、秋宮の、両境内にだけお柱される。東宮一、東宮二、東宮三、東宮四、秋宮一、秋宮二、秋宮三、秋宮四の順で引き出す。 国道142号から旧中山道へ入った、お柱は、東宮境内裏側斜面からの木落としによって、東宮境内に引き付けられ、東宮一はその日のうちに建てられる。秋宮の4本の柱は、東宮境内を経て下馬橋の前までの栄光で、初日を終える。2日目、東宮では2、4の県お柱が行われる。秋宮のお柱は、下町内を栄光され、 秋宮1、2、3は境内まで引き付けられる。最終日は秋宮4も境内に引き付けられ、東宮3と秋宮の4本すべての剣お柱が行われる。最後を飾る秋宮4の剣お柱は夕刻に行われる。大社での開催年を中心に、全国の諏訪神社や関連神社でも同様の祭りが実施される。その中で代表的なものが、 塩尻市の辰野町飛び地付近にある小野神社のお柱祭りで、諏訪大社のお柱祭りの翌年に行われる。諏訪大社の郵送差に比べ、小野神社のお柱祭りは、きらびやかな衣装が特徴であり、人を見たけりゃ諏訪を柱、キラを見たけりゃ小野を柱などと昔から言い伝えられているものである。 近年では1980年、1986年、1992年、2010年、2016年に死亡事故が起きた。1980年、上屋城里引の県お柱の準備中にお柱が落下、う治子の男性一人が下敷きになり死亡。1986年、下社山田市で清と市を見物中の女性一人が落石にあたり死亡。 1992年、下社山田市の清としで、引き子の男性一人が巻き込まれ死亡。2010年、下社東宮一の県お柱の最中、お柱に乗っていたうじ子の男性三人が落下し、二人、死亡、地上のう子含む二人が負傷。2016年、上社本宮一の県お柱の混流後、お柱に乗って、撤収作業をしていたうじ子の男性一人が落下。 当日夜に搬送先で死亡を確認。この祭りは毎回のように死者が出ているとして、東京の弁護士二人が諏訪大社の宮司に対する業務上過失致死容疑での告発状を長野県警諏訪署に2016年5月13日付で提出したことが報じられたが、長野地検松本支部は2017年6月29日付で不起訴処分とした。 すべて NHK 放送日チャンネルは初回のものありがとうございます。